こそ上には浜田武史をしっかりと応援いたします。46歳のこの市長、高槻はますます元市政のもとに頑張りましたけど、ますます素晴らしい町になっていけます。市長としてただ緑は頑張っていきたいと思います。皆さんと共に頑張っていきたいと思います。これだけの多くの皆さんが浜田さんのために集まり、そして浜田さんを弟子とも勝たそう、必ず勝つぞ、こういう、まあ、心意気を示してくれたものだと思います。ありがとうございました。皆さんおはようございます。市長候補浜田武史でございます。本日はこのようにたくさんの方々に私の出陣式にお越しいただきまして本当にありがとうございます。そしてご来賓の先生方には本当に力強いメッセージをいただきまして心より感謝を申し上げる次第です。ありがとうございます。私にとってはいよいよ待ちに待った決戦の時がやってまいりました。これまで議員の先生方をはじめ皆様方には本当に私浜田武史を応援することが高槻のためになると信じて支援していただきまして本当に心より敬意を申し上げるとともに心より感謝を申し上げる次第であります。改めてありがとうございます。また私はこれまで正義を貫きたいという一心でこれまで生きてまいりました。この今の素晴らしい高槻を次世代に引き継いでいく、これが正義であると確信しておりますが、この歴史的なお仕事をできる機会を与えていただきまして、まさに人生の誉れでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。これまで私は街頭演説等で、この高槻の健全財政等の素晴らしい実績を声を大にして、まさに声をからしてアピールをしてまいりました。もちろん高槻はメンテナンスは必要でございますが、しかしまだまだ住める立派な家であります。これをわざわざ解体して粗悪な家を建て替える必要は全くないのであります。むしろ私が今回掲げております住みやすさナンバーワンの高槻にして、そして住んでいる方々が高槻に住んでよかったと、そして大阪、関西、そして日本の国民の皆様が高槻に住みたい、あそこの大阪の北に高槻という住みやすい町があると、これを全国に発信して、そしてどんと人を高槻に集め、地域を活性化することがまずは第一であると浜田武史氏は確信をいたしております。ありがとうございます。しかしこの戦い、本当に厳しい戦いでございます。何卒この浜田武史にもう一度力をお貸しください。一人でも多くの方々に浜田の名前をしっかりと植え付けていただきますよう、もう一度お願いを申し上げます。本当に本日はありがとうございました。人生をかけて一生懸命頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ここで高槻医師会から飯田稔会長から花束の贈呈がございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
そして後援会会長元市長の江村俊夫が今まで選挙の時に自分で使っていた非常に県内必勝鉢巻きを家から探してこられました。ここに浜田に手渡されるということでございます。よろしくお願いします。激励に行ってこれ4回作ってますね、一丁湯の。だからこれをバトンタッチして、そして外旋車でこれをして手を振ってもらったら、まあおそらく5万秒ぐらい入ると思いますか。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。浜田武史、命がけで頑張ります。ありがとうございます。本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。行ってきます。ありがとうござい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 ます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。評価していただいたというこの結果で、本当に私もう肩の荷が下りたということでございます。ただこれから本当に行政の運営大変難しくなってくると思います。まだまだ皆様方のご指導がぜひとも必要でございます。今後も浜田武史を応援、そしてご指導をいただきますように本当によろしくお願いします。ありがとうございました。浜田候補当選おめ